今日のお題はバスク料理だね。バスク料理、初めて聞いたものだけど、料理の何かであることだけはわかるよ。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。バスク料理はスペイン北部とフランス南部の間にあるバスク地方に居住する人の間で作られて発展してきた料理のことだよ。大きく分けて魚介類中心の沿岸料理と、肉や燻製肉、野菜や塩タラが中心の内陸料理があるね。特徴としては、様々な文化の料理が混ざり合っているところで、国境が接しているスペインとフランスだけでなく、スペインとポルトガルから追放されたユダヤ人の移民などによって出したように分かれているんだ。ちなみにバスク風とある料理の場合は、主にニンニクやピーマン、トマトなどを用いるバスク地方様式料理を指すことが多いよ。バスク風ってそういう意味だったんだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。